さあ、2月12日の月曜日祝日、はい、もう今日は話すことが分かってます。はい、後、はい、楽園ホール。あ、そっちか。はい、そっちですよ。RWS 令和の虎の話じゃない。違う、安藤社長、うん、安藤社長の話じゃないよ。令和の虎のさ、あのさ、はい、なんかさ、キックボクシングでさ、なんかチャンピオンになっていきたいっていうあの話じゃないの。じゃないっす。そのさ、令和の虎に出てる前に練習しろって俺だったら言います。顔ここ僕切ってる僕が言うのはあるんですけどっていうのが僕の中のもうあのベストバウトでした。はい、ね、もう顔切ってたら弱いってことですから。まあ弱いわけじゃないですか。逆にね、やられてるってことですから。はい、あの RWS のアンダーカードというか、はい、あのまあメインカードの 7選手だから14人はもう出てましたけど、うんうんうん、7カードは、はい、その前のカードももう発表されたんで、はい、あのちょっと僕もあ見たことない選手が結構多いです、はい、今回。あのね、うん、その前にちょっとコンセプトを話したいんですよ。はい、まずプレミナリーファイトっていう感じで、うん、やろうと思ってます、はい、それは、うん、やはり、今後ムエタイを好きな人たちが、うん、こう伸びてってほしいなっていう、うんうん、だここはプレミナリーです。プレミナリー準備とかっていうのも今後頑張ってってほしいよっていう、うんうんうん、頑張ってってくれればなっていうところです、はい、うん、でそこから2つ目、はい、プレミナリーが終わった後、はい、その RWS ジャパン、うん、ジャパンカード、うん、まあ、日本のムエタイ選手が出てくると、うん、そこは、うん、あのね、俺が一番なのは、うん、ごめんなさい、 GSV の、うん、まあトップの、うん、クンバンクさん、クンバンクさん、うん、ラジャダムナンの支配人の、うん、クンジットさん、クンジットさん、うん、ね、副社長、うん、いらっしゃる、はい、で、マッチメーカーの大志さん、青島大志さん、うん、うん、ね、プロモーターの、うん、ペッティンディのシアボートさん、うん、ボートさん、ギャットペットのディアさん、うん、ディアさん、うん、うちの、うん、なだかたちのプロモーティングをやってる、うん、ジャルマンス、O2 さん、うん、でみんな来るんですよ。やばい、やばいメンツ、みんな来るんですよ、うんうん、ここに、うん、で普段前にも話したけど日本人同士の試合なんて、うん、あの人たち見てないんですよ、うんうん、だからここで、うん、いい試合をアピールして、いい、ね、いいね、いい試合を見て、うん、この選手 RWS に、うん、本国の RWS に出てもらいたいねっていう、うんうん、その舞台を作るのも俺たちの役目でしょ、うん、いやそれええ話やね。そうでしょ、だってさ、うん、今まではさ、た、うん、ね、なんかさ、例えばさ、うん、うちのジムにいるタイ人の、うん、ね、友達が RWS の何かの関係をやってるから、うん、そこの人に頼んで、うん、RWS に出てます、うん、みたいな感じだったじゃん、うん、今までは、うん、そうやね、ただこれじゃあ、うん、要するに、うん、じゃあタイ人のトレーナーがいないジムはどうなっちゃうんですかとか、うん、そういう話でしょ、うん、この時代はもう終わったと思ってるんですよ、はい、うん、ね、やっぱりこうしっかりとした、うん、RWS ジャパンと、うん、ね、が推薦して向こうに行って、うん、ファイトマネーも RWS ジャパンの社長が向こうと、うん、RWS の本国の人とファイトマネーを交渉して、うん、そして初めてそこの選手にオファーをできる、うんうん、これがこの状況を作んなきゃ、うん、そうやね、発展がないと思ってるから、まあ、ラジャダムナンっていうか GSV 自体がもうやっぱ強い人がベルトをちゃんと負けるようにしたいっていうこととか、そういう本当にあるべき姿に戻そうとしてますもん、してるしてる、うん、だからもうなんか、まあ、コネがあるからいけるとかそういう時代でもないよと、そう、それをやっちゃうと不公平になるでしょ、まあ、そうやね、うん、だから団体が一つになれへんのって結局そこやと思うね、うん、だから俺たちがこういう風にやることによって、うん、商売上がったりって思うタイ人たち、うん、実際いたでしょ、いたね、これね、あの人たち、うん、あの人たち、うんうんうん、さんざんさ、うん、タイでさ文句言ってたじゃん、うん、俺たちが言ってた、うん、それでタイ側からさ俺たちに来てさ、うん、その文句が、うん、ね、こうやって言われてますよって、うんうんうん、それでさ、じゃあね、じゃあ直接話すよっつって電話したら、うん、言ってないですよ、そんなの、うん、言うはずないじゃないですか、うん、会長たちすごいね、うん、
いやそういうのやめようよ、うん、本当に俺たちは何が欲しいって、うん、だってさその対人同士の紹介の時に、うん、これかすり取ってんだからね。そうやね、うんうん、かすりがいくらかも分かんないじゃん、うんうんうん、別にさそのかすりは取ったって俺はいいと思うよ、うん、いいと思うけどそっからだよね、うん、まあそうやな、うんうん、あだってさ紹介者手数紹介者礼金っていうのはあって当たり前じゃん、うんうんうん、世の中、うん、世の中あって当たり前だもん。まあそうやね、うんうん、そうじゃないと、うん、もうただばたらだよね。だってその人たちさ、紹介しぞんや電話をしてるしさ、うんねうん、いろいろさその時間を使ってるわけじゃん。そうやね、うんうん、で時間に対価として金が入るのは当たり前のことだから、うん、俺は全然いいと思うんだけど、うん、けどそっから先をやんないじゃん。まあそうやね、うんうん、だからブローカーになっちゃうよね、うん、ブローカーになっちゃうよ、うん、だからその先をやってほしいなっていう、うんうん、だからそこは陽平さんお願いしますよっていう、うん、だからね、本当に、まあ、僕の仕事っていうのは、うん、僕って本当にそういう意味では格闘技界の人間でもないんで、うん、まあ、ある意味フラットで、うん、僕はあの、そうね、常に生きてるんでビジネスライフに行ってほしい、はいはい、そういう意味では、うん、あの本当に強い選手、うん、勝った選手、まあ、そのトーナメントあったらトーナメント勝った選手を生かせる、うん、俺は、はい、大志さんと一緒に見てて、うん、大志さんあの選手良くないですか、うん、とか、うん、そういうのを進めるのが、うん、俺の仕事なんで、うんうんまあ、まずはそういう、まあ、RWS の、うんまあ、ロードトゥ RWS とかをやって、うん、そこに出てもらって、うん、勝ったら推薦していく、うん、もしくは本当に実績を持って、うん、紹介したいなと思われていくっていう、うん、この2パターンしかもうないですね。そう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 。この前朝日とかさラムをさロードトゥーラジャナムあれでさ、うん、連れてった時だって飛行機代も全部ね、うん、タイガーが出してくれたし、うん、ホテル代も全部タイガーが出してくれたし、うん、ねでファイトマネーも日本、うん、日本と同等の額をくれたし、うん、だからそういう時代が来てるってことを。そうやね、ねうんうん、まず前頭に置いて、はいはい、対戦のカードが見える、はいうんまあ、これまだ試合順決まってないんで、はい、決まってないです、はい、今から陽平さんとそれはやっていきましょう、はい、あと大志さんとミーティングして、うんはいはい、プレミナリーファイトからいく、はいはいはい、ハヤト選手と、うん、ストロベリー稲田選手、はいはいうんこれは、はいハヤトスーパーフライうんうん、52キロ、はい、52.16 キロ、うん、隼人は、勝負会、うん、稲田選手は、うん自制感、うん、で、普段だったら絶対こう、うん、あのまず隼人はボムとか、うん、ムエロークとか、うん、そっちを主戦場にしてる選手で、うん、稲田選手はジャパンキックさんを主戦場にしてる選手だから、うん、当たることは、うん、ほぼ結構ありえないありえないカードなんですけど、うん、まあ2人とも、うん、こうね、あのまだ若手なんで頑張ってほしいなっていうカードです、うん、はい、はい、じゃあ次いきますよ。風雅選手と健介選手。あはい、はい、富田選手です、ね、富田健介、はい、うん、まあ風雅は八戸の若手で、うん、はい、でそのあの健介選手と富田選手は、うん、まあ自分でよければ、うん、あのちょっと出てみたいんでっていうことだったんで、うん、このカードを組んでみました、うん、なるほど、はい、これ2個ですよね。プレミアリーファイト あと1試合、1試合、ああまあ、それは後で、うん、もう1個は発表します、うん、はい、はい、で次はお松レンジャージム選手と優斗、うん、萩原選手、うん、はい、これも、萩原選手は、うん、総合とかやってる選手で、耳が潰れてますもんね、うん、あとね、クロスオーバーさんっていうところの選手で、うん、お松選手は吉本興業の所属で、うん、あお、まうん、吉本興業みたいな感じになってますもん、うん、顔がもうお松選手はね、吉本興業の選手で、うんうんうん、あ吉本興業の選手っておかしいな吉本興業にも所属をしてる人で、うんうん、ね、こうこの二人の試合も交わらないっていう、うんうん、普段ね、うん、でちょっとやってもらいます。はい、なるほど、はい、そしてこれはあこれは面白いと思うよ俺。奈々選手とミッキー選手、うんうん、これは女子のね、うん、結構次世代、へえ、うん、ムエタイですかこの2人は。ね、
7選手はどっちもできるかな、うん、ああなるほど、うん、2人ともチャンピオンベルトあ、ね、7選手はミネルバさんっていう、あの、うんうん、女子の、はいはいね、竹越さんとかね、うんうん、チャンピオンで、うん、ミッキー選手は、はい、これ無敗なのよまだすごの、スック・ワンキントンさんのムエタイの、うん、チャンピオン、うんうんうん、ミッキー選手ね俺も生で見るの初めてだから、うん、ちょっと楽しみだなお楽しみですね、うん、もしかしたらもうどっちの勝ったら RWS とかいけるかもしれな い, いや女子はね今欲しい、うんそうですね、RWS も欲しいし、うん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 、で奈々選手もね、うん、俺あそこで見たのかなあの仙台うん、仙台ドラゴンスタジアムっていうところで試合をやってた時に奈々選手見てね、うん、いい選手だなと思ってた、ずっとじゃあ楽しみですね、うん、この試合ほんと楽しみ、うん、次は翔井選手とあリアム松本リアムリアム選手ね、はいうんうん、これもね面白いと面白い、うんうん、これなんかほんと翔井もリアム選手も、うん、まあリアムも、うん、若いから確かに2人とも写真見てすごい若いから、うん、ねまあ、ムエタイというか、まあ、どちらかというと、まあ、キックにも近いのかもしれないけど、うん、左のキックボクシングに近い感じのカードになると思いますけど、うんうん、楽しみ、うん、これもこの試合も楽しみです。じゃあ次は、佐野選手と、はい本山選手。本山選手、はいうん、本山選手はどこがチャンピオンなんですか。本山選手ね、はい俺実はね試合見たこと、ま、ないんですよ、はいはいはいただ、うん岡山だっけな、うん、あの勝負の方のジムで、これも推薦してくれた選手で、うん武勇会武勇会書いてますあのところの所属なんですけど、うんうんあのね、武勇会の会長がねすっごいムエタイが好きな会長なんですね、うん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 、で、うちなんでよかったらぜひだ、うんっていうことで、うんうん佐野選手はね、うん、もともと WMC のチャンピオンだったボムで、うんうん、結構主戦場で戦ってて、うん、確か見たことありますで、はいでうん3年ぶりぐらい、2年ぶりぐらいかななんで1回やめたりとかあるんですか。そんな全然年じゃないですよね、うん、ちょっとね怪我をしてうん、うん、どうにかそれをちゃんと直したいあなるほどだったんで、うんうんはい、なんでなるほどこの試合で、はいはい、で、今ねうん、武勇会の本山選手はね、うん、すっごい面白いから。ああそう面白いから楽しみにしてます。毎日ガン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 毎日ガン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 行く選手だから、うんうんうん、面白いから、うんうん、じゃあ次はしてパルコ選手とオーシャンはい パルコ選手と、うん、そのはまあもうボムの、ね、はいそうですね。もう僕も何回も見てますボムで。宇治原選手は、うん、もともと、うん違う団体でやってた選手で、うんうん一回引退してボクシング行って、うん、またキックに戻ってきたっていう選手なんですね、うんうんうん、でこの対決で日本人ですか。そうですそうです、うん、センチャイムエタイジムっていうところで、うん、ずっとムエタイをやってた選手なんですよね、うん、で引退して、うんボクシングに行って、うん、でボクシングもやって、うん、またカンパックみたいな感じで楽しみなんで、うん、ね、うん、この試合もなんか俺ね、うん、そのもともと最初にキックムエタイをやってた時の宇治原選手、うん、キックボクシングムエタイをやってた時の宇治原選手昔の宇治原選手は見てるけど、うん、そのボクシングに行ってからの、うん、宇治原選手の試合見てないんですよ、うんうん、だからどうなってるのかなっていうのがね、うん、ちょっと気になるところかな。楽しみです。うん、続きましてグリコ選手と龍之介選手、うんうん、これもなんかさ、うん、RWS っぽくない？うん、ぽい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 。なんかこう、なんていうんだろう、龍之介は本当に強いもん、うんうん、うまいし、うんうんね、でグリコ選手はさ、やっぱりさ、なんていうの、多分俺、うん、グリコ選手はその RWS に行っても、うんうん、多分ね、ファンつくと思うんですよ、うん、結構体も常に仕上がってる、仕上がってるし、うん、なんかこうパンチでいくじゃないですか、うん、前にガン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 、うん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 、だからなんかね、うん、あんまりさグリコ選手って気持ちで負けるところもあんまり見たことないじゃん、うんうんうん、なんか KO 負けって見たことなくない？ないないないでしょ、うんうん、だからねなんかちょっと面白いんじゃないかなって、うん、RWS、うん、いやこれ楽しみっぽいなって思ってやります。楽しみです。はい、で次はアビデット選手とリュート選手、はい、このアビデット選手はチョーパン戦
はい、タイの選手です。そう、アビデット常磐戦、うん、で、あれでも大沼選手、龍也と、うん、あの雷神でやったでしょ。大沼選手もすごく、ね、フライ級の中では、うん、もう上位選手なんで、うんうん、とても強い選手で、うん、このアピテッド選手は日本にも結構来てるない、ない、うん、強い強い、楽しみやね、うん、で俺アピデッドにも、うん、ね、あのアピデッドは、うん、まあ、あのうちのパコーンの、うん、ね、仲間あそうな感じなんで、うん、パコーンにアピデッドは買ったらどんどん日本で使ってくれますかって、うん、アピデッドは言ってるみたいなんで、うん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 、本気で来る、本気で来るこれはね、うん、本気で来るにね、うん、人生変わりますからね。そう、はい、面白いよね。なるほど。っていうのが一応、はい、ね、あの、うん、RWS ジャパンのカード、はい、でここで一回バン区切ります。はい、ね、うん、プレミナリーがありまして、はい、ね、RWS ジャパンありまして、はい、ここで一回あの、うん、こうだから三部制っていうのかな。そうやね、うん、プレミナリーやって、うん、ちょっとやってジャパンがあってなってまあ本編というかメインカード、ね、まあ、まあ全部が本編なんだけど、うん、けどこのメインカードは何対7対7みたいな、もうメインカードはもうほんまタイになんかタイムスリップしたみたいな、全員、うん、あのタイで試合やってる人たちなんですよ、うん、日本、うん、そうやね、日本の人たちも、うんうん、ね、であと、あ、まあ、マイク・ジョー選手は、うん、あのムエタイをタイでやってるかどうかちょっと知らないけど、やっぱり K-1 の舞台とか経験してる、うん、大きな舞台を経験してる選手たちですよね、うん、こっちは。そうですね、うん、いやどうなるんかなぁ思って、これは本当楽しみですね。いや本当本当ね、うんうん、楽しみよ、うん、あとほら毎日さ、このね、陽平さんにこき使われてさ、うん、いやいやそんなことないよ。そうか、なあの何、うん、どういう風にやっていこうかっていう、うん、毎日そういう話し合いをしてるじゃないですか。はい、まあ、もう僕なんかほんま別に格闘技のほんと彼女も知らないような人間なんでね、あれですけど、まあ学んでますよ皆さんの。けどほらさ、LED ライトをどうしようとかさ、うんうんうん、ね、カメラの位置をどうしようとかさ、うんうん、ね、あとまあほらリング穴にしてもさ、うん、どうしようとかさ、ね、うんうん、やっぱね、そのいろいろ全て本国に近づけなきゃいけないしさ、それが大変よね、うん、大変だけどやってても、うん、そうやね、なんかさ、うん、1回目では大変じゃん。まあそうやね、うん、やっぱりシステム作る、うんうんうん、だけどこの1回目はこけらんないじゃん絶対。そうやね、うんうん、いやもうタイの人たちはあの今日連絡取ってたけど、うん、あの副社長チーム、うん、あるいは会長とかが連絡するマッチメイクというか、プロモーターチームと、まず全然違うの。うん、俺がいるラインっていうのは。そっちはもうクリエイティブで、うん、もうこんな照明にしてくれとか、デザインはこうやとか、全員毎回チェックさせろっていうチーム。うんうん、だから、あの、ここに別に会長、これは俺でもチェック、だからもう集めて出すだけやから。うん、あれやけど。すごいよ、チェックがやっぱ。うん、やっぱ。赤嶺先生、うん、みんなね、あの、プライド持ってやってるから。そりゃそうだよ、うん、だから RWS をあの、まあ、日本でやるんだっつったら本当にもうラジダムな日本に持ってくるつもりで来るからさ。そうだよね、けどさ、うん、ねえ、あのさ、時々さ、うん、ほら向こうはさ観光大国じゃん。まあそうやな、うんうん、もうさ、なんかさ、こう、うん、本観光の本見ればさ、うん、ルルブとかさ見てっつってさ、うん、こうやってこうやってればさ、うんうん、ムエタイタイ、ムエタイ、ラジダムナンスタジアムとか必ず出てくるじゃん。日本人って浅草みたいな感じだもんね。そうそうそう、相撲を見ませんかとかさ、うんうん、歌舞伎座行きませんかとか、そういう話じゃん、うん、けどさ、日本のさ、ルルブ開いてもさ、うん、後楽園ホールなんて出てないから、ね、うん、ないね、東京ドームは出てたとしても、うんうん、だからその辺はちょっと違いはあるからさ、うん、まあでもすごい喜んでた、チケットがもうソールドアウトやでさ、だからすごい喜んでた。 E プラス分はね、もう全部ソールドアウトで、あと、ちょっと本当残りわずかなんですよね。うんうん、それは残りわずかな人が、俺結構さ、もう RWS ジャパンのさ、インスタにさ、残その、チケットまだ残ってても、どこで買えるんですかみたいな DM がめちゃ来てんねんの。うんうんうん、どこで買えるの選手。
まあ、選手に言ってもらったり、あれ逆にどこで買えるの、ユキチ？俺知らないの。もう選手しか買えない。あ、そうなんだ、はい、うん、直接ね、うん、そうやね、うん、あの、うん、陽平さんに言ってくれてもいいし、いやいやもう DM で、うん、そうやね、だから、うん、どうし、ど逆にどうしようかなって俺も、いやほら違うのよ、あのさ、うん、結構な枚数俺出したんだよ、うん、あの E プラスに今回、うん、結構な枚数出したよね、うん、だけどあれもさ完売して嬉しいことあるよ、うん、たださ、うん、そのさ選手の周りの人たちいるじゃん、うん、要するに、ね、うん、奥さんだとかさ、うん、あの自分のジムの後輩たちとかさ、うん、その分はある程度取っといてあげなきゃ、そうそうそうだ、ね、かわいそうだなと思ったから、うん、ある程度は取っといたんですよ、うん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 、だから常にチェックしておいてほしいよね、もし選手が売れ残ったりしたら多分戻ってくるわけですよね、そう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 、うん、だから常にあのだけどね、うん、例えば名高とかさ、うんうん、もうやる前からさ、うん、ね、試合決まったよって言ったらさ、うん、200枚は取っといてもらっていいですかって、うんうん、応援の人が来るんでとかさ、うんうんうん、やっぱりさそう言われるとさ取っといてあげるじゃん、うん、まあそうだね、うん、でほら俺もねいろんな方付き合いそうやるからさ、ね、やっぱり俺の分でさ、うん、で40枚か50枚、洋平さんの付き合いとかさ、うん、 そうね、そこで40枚、50枚ってことか、うんうん、やっぱりそういうのは取っとかないとね、そうやね、うんうん、まあ、今まで応援してくれた人たちがね、まあ、いての今ですからね、うん、やっぱり、うんうん、まあ、ただね、E プラスとか要はみんながチケット買って見に来れるようにどんどんしていきましょうね、うん、そうね、もっとね、うん、やっぱいつの間にかもう E プラスで何千人も買ってるみたいな、うん、ね、うん、しましょうね、うん、まあ、ね、うん、そう、箱が大きければ ね、 そ、 うね、その分、はい、チケットも出せる、うんうん、まあこれでね、メインカードも、まあ、プレミナリーファイトもアールドレスジャパンのファイトも、うん、まあ、揃ったんで、あと1試合、あと1試合、あと1試合あるんですか、はい、楽しみにじゃあしてますんで、はい、いつ発表するんですか、あと1試合、まだ今ちょっと交渉中、あ、そう、わかりました、あと1試合お楽しみ、この辺で、はい、すいません、はい、本日はありがとうございます、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、ぜひよろしくお願いいたします、よろしく、うん